食後にたったこれだけで血糖値が下がる方法があるんです今日も楽しくダイエットしてますか藤田ですいつも高評価コメントありがとうございます今回は糖尿病リスクが30%も減る食後の運動というテーマで早速やっていきましょうこのテーマを聞いて歩いたらいいんでしょって思った方も多いのではないでしょうか確かにウォーキングなどを30分以上することによって糖尿病リスクが大きく低下するっていう風に言われています特に糖尿病のある人で 運動を続けるるここととで健康にななっていうよよく聞きますよねただお医者さんに気をつけなさい運動しなさいって言われてもなかなか運動することを習慣にするって難しいですよねなのでこの動画の中では日常生活の中で糖尿病リスクを上げる危険な行動ウォーキングの最も効果的な方法血糖値を下げる食後の運動などについてお話をしていきますこれをを知った上で生活をすると超超効率よく超簡単 にあなたの理想のスタイルに近づくことができますもしこの動画を見てくれているあなたが血糖値の数値が高い甘いものがどうしてもやめられない運動が習慣にならない引き締まったウエストと健康的にスリムな体を手に入れたいのであれば今回もかなり貴重なお話になりますぜひ最後までご覧くださいまた今回紹介する方法以外にも体の痛みを改善する方法や隙間時間にできる運動をできるだけわかりやすく解説をしていきますので今後もそういった貴重な情報を見逃したくない よっていう方はぜひ今のうちにチャンネル登録しておいてくださいそれでは早速内容に入っていきましょうまず一つ目糖尿病リスクを上げる危険な行動それは座る時間が多いことになるんですねこれは米国保健福祉省っていうところが2018年に座ったままの時間が長い生活は心臓病や脳卒中高血圧2型糖尿病及び死亡リスクを上げてしまうんだっていうことを発表したんですねこれは活発なウォーキング などの運動を週2回以上合計150分程度行うことによってこれらのリスクを下げるんだっていう風なことが言われているんですねまたウェイトなどを使った運動やスクワットなどの筋力トレーニングも週2回程度行うことがいいっていう風に言われていますつまり運動することはめちゃくちゃ大切だし日常的に座る時間を減らして、まあ、エレベーターを使わずに階段にしようとか休憩時間に体を動かす家事などの時に結構いっぱい動くみたいな なことの運動をしようっていうことなんですよね。ただそれでも血糖値ってなかなか下がらないし、どうしても運動するっていうことが習慣にならないっていうことあるじゃないですか。確かに運動がなかなか続かないっていう気持ちわかります。僕も元々123キロも体重があって、運動することってなかなか習慣にならないんですよね。だからこの時にできる方法とすれば、1分間の運動でもいいっていうことがわかってるんです。それはコロンビア大学 のの研究者の方が発表した論文によると中等度から激しい運動を短い時間で行えば運動の効果は2倍に跳ね上がって糖尿病リスクが35%も低下するんだよということが分かってるんですこの運動する時間は短くてよくて1分や2分程度といったその短い場合でも運動の恩恵を得られるっていうことなんです。よ っていうことなんですねつまり少しでもいいから座る時間を減らして1分でもいいから動けばいいっていうことなんですじゃあ具体的にですねこれから歩くことだったりウォーキング始めようって思ってる方も多いのではないでしょうかそこでウォーキングが最も効果的な方法をご紹介をしていきますこれは15分程度でいいっていうことなんですねだから長い時間歩かなくても全然いいんだっていうことなんです逆に歩きすぎてしまうとマイナスな面も 起こってくるんですそれは歩きすぎると食欲が上がってしまうこと筋肉が落ちてしまうこと続かないことこの3つがデメリットとして挙げられます例えば歩きすぎて食欲が上がってしまうっていうことがあるんですね今まで運動習慣がなくてよしちょっと血液検査数値悪いし最近太ってきたからたくさん歩くぞ1時間とか1時間半とか歩いてる方もいらっしゃるのではないでしょうかただこれをすると人間は食欲っていうのが上がってしまうっていうことが わかってるんですこれはエネルギーをたくさん使うことによって吸収しようと思ってしまうっていうことが起こってしまうのでその後たくさん今まで以上に食べてしまったりとか今日は運動したから食べてもいいやっていう風なメンタルになってしまうっていうことなんですねまた2つ目は筋肉が落ちてしまうっていうことなんですねこの有酸素運動っていうのは 筋肉の中でも細い小さな筋肉をたくさん使っていきます代謝を上げたりとか食後の血糖値を抑えるためには大きい筋肉っていうのが必要になってくるんですだからウォーキングを有酸素運動でたくさんするよりも短い時間でパッとできるものの方が血糖値を下げやすいっていうことなんですねまた一番大きな理由としては3つ目続かないっていうことなんですどうしても歩こうと思うと外の天気が悪かったり今だったら冬なので寒い から出るの嫌だなって思うこともあるじゃないですかそうなってしまうと1回休むと重い腰がなかなか上がらないなんていうこともありますよねとはいえ有酸素運動がいいんでしょって思うんだけどどういう風にやっていけばいいかわからないっていう方がほとんどだと思いますなのでこのウォーキングの方法としてインターバル速歩っていうのをご紹介していきますこのインターバル速歩っていうのは何かっていうとちょっとだけ早歩きをして普通に歩くっていうのを繰り返すっていう ことなんですねこのインターバル速歩っていうのは20秒だけ早歩きしてその後10秒ゆっくり歩く20秒いっぱい歩いてその後ゆっくり歩くっていうのを繰り返すだけなんですこの歩き方はゆっくりとした歩行と速歩っていうのを繰り返すことによって合わせて10 分以上でいいっていうことが言われているんですこの10分以上のものをだいたい週に150分程度やることができればより血糖値を下げやすいっていうことなんですねで、このようにすることによって筋肉への負担だったり関節の負担っていうのを減らしながら全体の歩行時間を無理なくゆっくり増やすことができるっていうことなんですまたこの方法もちょっとしんどいなっていう方は朝に15分程度の散歩をするだけで も大丈夫ですこの朝に外に出て散歩をするだけでセロトニンという幸せなホルモンが出ますだから運動がしんどいな嫌だなっていう気持ちを起こしにくくするっていうのがこのセロトニンの効果になりますので朝にに15分程度本当に散歩程度度本当散歩歩ででででいいいいんんすすすゆっっくくり歩くだけで続きやすいっていうことなんですねつまりウォーキングをしようと思うといきなりたくさん歩こうと思いがちなんだけれどもやっぱり続かなくなったりとか逆に食欲が 上がってしまうようなデメリットもあるのでまずは自分のできる範囲で20秒早歩きして10秒ゆっくり歩くようなインターバル速報を10分程度行うことだったりそれがしんどいなっていう方は朝に15分程度散歩するだけでも十分効果があるんだよっていうことなんですねでも歩こうと思ってもそうはいえなかなか気持ちが続かない最初の一歩が出ないっていうこともありますよねそこで家の中でできる血糖値を下げる食後の運動について簡単に3つ ご紹介をしていきますこれは足を動かす運動をやっていきましょうっていうことなんですねこの足を動かす運動っていうのは食後の血糖値の急上昇を抑える可能性が高いっていうことなんです、えー、僕たちが糖尿病になってしまったりとか食後の血糖値が上がってしまうこの食事をして高くなった血糖値が2時間以上も高血糖のままだと良くないっていうことなんです特に2型糖尿病の初期では空腹 時の血糖が正常であっても食後の血糖値の上昇っていうのが2時間以上続いてしまうっていうことが良くないんですこの段階から動脈硬化、動脈が硬くなってしまったりとか血管が詰まりやすいっていうのが進行し始めてるっていう風うに言われているんですねまた足の筋肉っていうのは全体の7割以上を占めるっていう風に言われているのでこの食後1時間から2時間の間で運動をすることで足への血 主流を増やしていきます。足の筋肉への血流が増えていくと、末梢まで血糖値を下げるホルモンインスリンが行き渡ります。このインスリンが全身に行き渡ってくると、筋肉への糖への取り込みが促進されるんです。 だから血中の糖の濃度が上がってるっていう部分をこの糖を筋肉へ送り込むっていうことができるわけなんですね食後一時間から2時間ぐらいの間にこの血糖値が高い状態の糖を全部筋肉に送り込むときにこの足の筋肉がかなり大きいからそこに糖を送り込むことによって食後の高血糖っていうのが下がりやすくなるっていうことなんですねでこの時にどんな運動がいいのかっていうのを3つご紹介を していきます。1つ目はゆっくりスクワットを10回していくっていう方法になります。この時には下ろすのを4秒で下ろしてください。 1> 1で上げるのも4秒4、これを食後1時間から2時間の間に10回程度やっていただくと効果的になります。続いて2つ目はももを上げるっていう方法この手をここら辺に置いていただいてだいたいおへそのちょっと上ぐらいでそこを目がけてももを上げていく。 このももを上げる運動っていうのを20秒やって10秒休憩するっていうのを2セットやってくださいまたもう一つの運動はつま先立ちになります何か手を持ってもらってもいいですし台所の料理をしながらでも大丈夫ですつま先立ちをしてあげて10秒キープ1、2。 っってていうのを10秒キープししゆっくり下ろしますでまたその後10秒上げてキープっていう運動この3つのどれかの運動自分ができるようなものっていうのをですねやっていただくことによって足の筋肉をたくさん使うでまたゆっくり心拍数を上げたりとかちょっときつめの運動をすることによってこの血液中の糖を筋肉にバッと送り込むことができるので血糖値を下げやすいっていうことなんです。つまり食後1 1>, 1時間後ぐらいにちょっときつめの足を動かす運動を習慣にするだけでこの食後の血糖値っていうのは下がるっていうことができるので糖尿病のリスクが下げることができるっていうことなんです。 どうだったでしょうか今回は糖尿病リスクが30%も減る食後の運動についてお話ししていきました確かに糖質を取らないようにしたりとか歩く運動をするっていうことは大切なんだけどそれが続くのかどうか無理してないかどうかっていうのが僕は大切だと考えますなので今あなたがしている行動が本当に続くものなのかどうか考えるヒントに僕の動画がなっていれば嬉しいですまたこのチャンネルではたった1週間で痩せる体質を作る具体的な方法やゆるくダイエットが習慣になる方 方法を紹介してます気になるなっていう方はお見逃しないようにチャンネル登録とベルボタン押し取ってくださいそれではまたバイバーイ